はい、田中90です。皆さんね、世界大会こっそり実はね、開かれたのご存知でしょうか？これですね、ライブ配信中、西ヨーロッパ地域プレイオフ。まあなんで正直ね、関係ないし、見てください。グリニッチ標準時っていう、全く日本の標準時と関係ない時間が示されてるんで、多分見てる人は少ないんですけど、実はね、見てると、いつも通り報酬があったんですよ、報酬が。はい。俺はちょうど4時間ぴったり見て、見てください。最後の報酬が、まあ、環境武器のね、HG40 とか、M16 とかね、無料でもらえるんですよ、無料で。ちなみにこれね、実はっすよ。これストリームじゃなくても、このビデオを見てれば OK っす。実はビデオを見てれば OK なんです。時間がね、なんかね、ないって人はね、この日本地域プレイオフって、まあ、ちょっとこれモザイクかかってると思うんですけど、適当なね、ライブ配信を見るのがおすすめっすね。今からでもちなみに間に合います。はい。で、限定スキンもらってっか。これっすね。めんどくせえ、一気にもらっちゃおう。ポッ出せあーでも武器にするとかっこいいね。俺これ好きだよ。これいいね。スプラトゥーンみたい。はい、ではね、全部装備してみたんで、この装備でランクマッチ早速やっていきましょう。どうぞ。さあやっていく世界大会。これ4時間見た人いるんかな、ライブ。多分英語で喋ってるでしょわかんねえもんな。俺さ、世界大会っていうかさ、スポーツの実況もそうなんだけどさ、日本語で喋ってないときついと思うんだよね。結構。俺、英語の実況って見てられない。何言ってるか分かんないからね。やっぱ日本語の実況じゃないと見てられねえわ。まあ俺ね、日本語の実況はね、俺ね、実家だと、うちの母親が巨人戦大好きなせいで、毎日日本語の実況見せられたんだけど、なんか日本語の実況って結構叫ばない。割かし。昔になんか叫ぶんだよ、野球だと。ホームランが、入りましたーとかめっちゃ叫ぶんだけど、なんか英語の実況を見ると、あんま騒いでない印象あるんだよね。なんか国の違いなのかなって勝手に感じてる。英語の実況の騒ぐのは、それか競技の違いだよな。e スポーツの実況はね、逆だな。e スポーツだとむしろ、外国の実況の方が騒いでる印象あるわ。競技によるかもしんねえな。うん。で、ちなみにこのアーカイブでね、見れるってのは、おそらく、仕様だと信じたい。これ、グリッチじゃないよな、さすがにな。グリッチじゃないよな。どうするコメントなんで。動画のアーカイブを見ることによって視聴時間を増やすのはグリッチです。仕様ではありませんって言われたら、怒られたらやべえな。さすがに仕様だ。俺が仕様だって断言してやる。仕様じゃない可能性あるけどな。運営にしかわかんねえから、仕様じゃないかなんて、正直な。で、HG40 なんだかんだね、強いね、やっぱ。すいません、昨日の動画で KN と HG40 終焉かみたいなこと書いといて、手のひら返すで申し訳ないんですけど、HG40 やっぱカスタマイズしてみたら強いっすわ、これ。てか SMG だから ADS タイムがそこそこ早いのがいいよね、マジで。HVK は AR にしては ADS タイム早いんだけど、まあ、やっぱ HVK っていうかね、HG40 とかそういう SMG 機には負けるかね、M タイム。そのせいで近距離打ち負けるんじゃない？ HVK のが。理論上は HVK のが全然強いんですけどね、実は。そうなんだ、HG40 か HVK のがあれなんだよ、4発キルだから。しかもレートも微妙に確か HG40 かね、HVK の速いから、理論上は強いんですけど、多分実際は近距離 HVK のが弱く感じてる人が多いんじゃないですか。ストックなしがあるんだよね、HG40 は。HVK なんかストック外せないんだよ。なんでストック外せないの？あれガンマニアの人知ってる？じゃあストックって何？俺未だにストック理解してないんだけど。ストックってなんか無理やり外せるもんじゃないの？なんか。尻尾みたいなもんじゃないの？尻尾。HVK 尻尾あるよな。無理やり外せようと思うんだけど。外せないのかな？いいじゃん。外せなくてもさ、みんな気づいてコットモバイルでさ、この銃に詳しい人なんて全然いねえんだから大丈夫。ストックなしって言っても。そんな怒んねえってみんな。ストック外して頑張って。みんな頑張ってストック。最近ウォーマシーン使ってるけどね、ウォーマシーン微妙なんじゃねえと思う。てかさ、射程距離が短いんだよな。全盛期ってさ、もっとさ、飛んだんだけどさ、なんか強くなってはいるか、いるものの射程距離は伸びねえって印象が全然。え？オッケーオッケー。あとね、近距離ね、巻き込まれるんだよ、結構。あと、こんな感じで、なんか自分も死ぬ時が多い。結構。弾速遅いからな。なんだかんだ。速くなっといえ。だから実はアナイアレーター最強なんではと思ってるんですけど、どうすけ？ SP は。SP 最強なんて言われてんだろうね。てかさ、BOC ラベルやって思ったんだけど、モバイルもさ、キル確定アシスト欲しくない？キル確定アシストっていうのは、敵の体力なんか 50% とか 60% 減らして、味方が倒してくれたら、それがね、自分のキルになるっていう仕組み。それ欲しいんだけど、モバイルにも。こういうの。こういうの半分削ったらさ、俺実質自分のキルに含めてほしいよな。BOCW その設定がマジでモバイルに来てほしい。多分来るんかな、多分いつか。まあどうせモバイルっていろんななんか COD のいいとこ取りしてるから、来る可能性大だけど、今すぐ来てくださいって感じ。絶対今死んだ絶対死んだ絶対死んだ今絶対死んだ。え、何今の？
ランクマッチ何も選択しないで大体やるとチームレスマッチやらされる。絶対チームレス一番人気になってるって。またこれ絶対チームレス一番人気になってる。あの選択制が最初出た時はおそらくチームレス一番不人気だと思うんだよ。でも時を経てついにまた一番人気になってる気するんだよな。チームレス多分チームレスみんな選んでるでしょ。チームレスの時マッチングね、チームレスばっかりなんだよね俺ね。絶対チームレス、じゃあチームレスばっかり、あれ俺チームレス限定で選んだわけじゃないんだよ。チームレス限定で選んだわけじゃないんだけど、チームレスなんだよソロでやると大体。多分チームレス一番人気だと。慌てるな、ちょっと待って。そんな慌ててないが、さすがにこの 2点差で慌てる人間っているか。どんだけ負け癖ついてるんだって感じだよな。慌てるな、お慌てるなボット来たか。慌てるなボットチャットをたまに連呼してくるやついるからな。この敵のチャットが一番うざいよね。なんかあの連呼してくるとさ、無力、なんか防止チャット、あ防止チャット俺無力化する設定知らねえからさ、あれなんだよね。防止チャット音波攻撃を避けれないんだよこれ。待って、おー、コンカッションじゃない EMP グレネードか。 EMP グレネード強くなったらしいけど、使い勝手言うて悪くないか。てかコンカッションがやばいらしいな。タクシーさんコンカッションがやばいってあの知り合いが言ってたから、それ今度ねやりまくる動画出そうかなと思ってる。ちなみに今ね、俺一番最近のやばいと思ってるのは盾一番やばいと思うんだよね。フルパで使われると SP 今一番盾が熱い気する。あのドミネーション盾を置きまくられると本当に突破できないから。慌てるなボットか。これ結構でもスマホでチャットさ、このテキストチャットといえるとある。頭一個見えねえよ。飛べ死ねかす。これで飛ぶでしょ。ハンターキラー仕事しろ。ナイス。ハンターキラー優秀だよな。なんだかんだこっそり。いや、なんだかんだみんな ICR なんだろうな。HPK 大口径つけたら全然いねえじゃねえか。このランク帯だと。フルパだと結構いる。やばい、もうスナイパーのせいでキルレが悪くなってる。もうこっち向こう、気持ち悪くなったらアナイアレイトだけど、なんだかんだ最強。オッケーオッケー、かかってきなさい。勝負しろ。オッケー。 SMRS なんかつけんな。これリスポーン裏返ったな。モバイルのリスポーンね、 BOCW やった後感じるんだけど、すごいよくできてるわ。あのすいません、モバイル のプログラマーさん、あのクソバキつくなとか言ってすいません。ほんとあの BOCW だともっと広がったっす。あの普通に裏湧いてきたんで、自分の後ろをね湧いてきたんで、普通にモバイルのあのプログラマーさんの人みんな優秀でした。すいませんでした。誹謗中傷してごめんなさい。で、待って、OK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 。で、え、虫がいる。いた、え、虫なんか使ってる人いるんだけど、え、初めて見た。多分初めてじゃない、このゲームで虫の SP 使った人。多分初めてだと思うわ。すげえ、初めて使ってる人見た。ハイブ使ってる人いんのかな、このゲームで。ということで、今回ね、なんかハイブ見ていきました。皆さんね、ハイブは使ったことありますか？SP。多分使ったことない人がね、多いと思うんでね、使ったことある人いたらね、ぜひコメントください。はい。あなたは希少種ですし。大事なところで噛んだよ、最後。じゃあ、今回こんな感じで終わりたいと思います。お疲れ様でした。おつ。